ノースウェスト航空74便胴体着陸事故とは2005年にグアム国際空港で発生したノースウェスト航空74便の航空事故である。ノースウェスト航空74便は9時45分頃に成田空港を出発し14時25分頃にグアム国際空港に到着する予定だった。 2005年8月19日、ノースウェストコール74便は、乗員乗客335人を乗せ、帝国通りに出発し、順調に飛行していた。現地時刻14時15分頃に着陸したが、滑走路を滑走中に前輪が壊れ、結果的に、胴体着陸した。スラクも、滑走路上で停止したが、乗客はしばらく機内で待機させられた。 数分後に乗客は脱出を開始した。しかし、すでに客室の前方では煙が充満していた。乗員乗客は全員無事に脱出した。脱出の際に3人が負傷しただけだった。グアム国際空港は事故の影響でしばらく閉鎖され、グアム行きの便はアンダーセン空軍基地などにダイバートした。はっきりとした原因は分かっていないが、 前輪に何らかの故障もしくは問題が発生し、滑走中に折れたとみられる。脱出のため、乗客の荷物類が機内に残されたため、入国審査を受けられないので、乗員乗客は空港で足止めを食らうこととなった。また事故を起こした B747 から200は2004年の秋に、 塗装をニューカラーにしたばかりであるにもかかわらず、NWA のタイトルを消されて、銀一式となってしまった。その2年後の2007年には、エンジンも外され、グワム国際空港の敷地内に中期されていた。2008年9月上旬に、アーク社により解体された。ノースウェスト747から200イングアム、ビーイングスクラップド。ありがとうございます。